冬の福知山市中心市街地福知山市は、京都府の北部に位置する市、中丹地方に含まれる。江戸時代には、福知山藩の居城として、明智光秀によって、福知山城の縄張りが築かれた。1937年には、京都市と伏見市に続いて、京都府で3番目に市政を施行した。廃藩置県以前の丹波国と丹後国にまたがる。 一級河川である揺ら川が流れている。様々な出土品から、少なくとも縄文時代の初め頃から人が住んでいたと考えられており、古くから交通の要衝として栄えた場所でもある。特に16世紀には、織田信長の家臣である、明智光秀がこの地方を一族で支配していた、有力豪族の塩見信夫を倒し、その居城であった横山城を大集築し、 福知山城としてからは城下町として栄え、現在でも芋寺町、御福町など地名にその名残を残している。また、光秀は、たびたび大反乱を起こしていた揺ら川の治水に成功し、実施を免除するなどの前世を敷いたことから、御霊神社に祀られ、現在でも死の花が明智市の家紋である帰京とするなど光秀への辛抱も厚い。近世になると、 関ヶ原の戦いの論功交渉により、有馬豊氏が八万国の六高で、福知山城に入城し、福知山藩を開き、その藩祖となった。その後の藩主は、徳川家普代の大名が転編するものの、く木氏が藩主となって定着し、明治維新を迎えた。特産品の藍染めなどの様々な農産品を生産し、それらを扱う商業都市として栄えてきたが、 後継者不足などの問題により、それらの伝統産業は衰退し、現在ではほぼ消滅している。現状としては、内陸型工業団地として比較的大規模な、超電や工業団地が、1974年に整備着手がなされたことによる商工業が、主な、福知山の産業になっているが、かつての伝統と歴史を復活させようとする動きが、見られ、 総合的な学習の時間で学ばせる教育機関などが結成されている。福知山という地名は、明智光秀が丹波平定後、この地に城と城下町を開いた際に命名したものと考えられ、資料上で確認できる最も古いものは、津田早久、早久茶の湯日記の天を9年4月の記事である。 福知山の由来には、いくつかの考察があるが、いずれも根拠のないものである。泉式部の歌、丹波なる吹風の山のもみじ葉は散らぬ先より散るかとぞ、思うから取ったとの説もあるが、この歌そのものが、後世の創作である、可能性が高い。あるいは、富士山由来の何よるとの説も存在するが、全く根拠のないものである。また別に、福知山の、 佐藤氏は、教法13連に、靴つき氏によって、地の字に改められたとする説もあるが、近世初頭から幕末にかけて、福知山、福知山の両方使われており、これも誤りである。福知山市中心部周辺の空中写真、1975年撮影の7枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。地域は、旧丹波国天田群を中心とし、イカルカ群と丹後国予佐群とか佐群に広がり、地域面積の76%は、林野が占め高地面積は7%程度で、綾部市から続く、福知山盆地を中心とした平地、それを取り囲む、地域面積の大部分を占める産地で構成される。大阪市からは、約7 0トル京都市、神戸市からは、 約6 0トル、豊岡市、舞鶴市から約3 0トルの場所に位置する。市内最高海抜は、三宅山の8 3 9 1 7ルにまで、及び、最低海抜は7 1 1ルである。市街地は、九条下町を中心とし、浦川沿いに町田や工業団地周辺の住宅地まで伸びる。山地線りが発生している日、 福知山駅ホームから望む駅南側基本的に日本海側気候であり、旧三和町を除いて豪雪地帯である。旧丹後地域を除く盆地においては山陰となり、丹後地方に比較して量は少なめである。また、盆地地形により秋と冬には霧が発生する。特に冬季の早朝の山間部では霧が濃く路面の凍結も見られる。晴天時の午前中の霧。 冬季の雪雲によって日照時間が少なくなる。平地の平均気温は14度程度、年間降水量は1500ミリ程度で、年間日照時間は1400時間程度である。降水量の季節分布としては、旧丹後地域では降雪を中心に、冬季雨量が多いが、以南では梅雨、台風により、下級雨量の方が多くなる傾向がある。外区旧福知山市内には、地名、自治解明、 通称など複数の外区名が存在し、なおかつ自治会名は必ずしも別名称の外区の範囲と一致しないため非常に複雑である。これは昭和期に入り旧城下町周辺に急激に新市街地が広がったのに対し、それらのあざなを整理しないまま外区名や自治会名を付けていった結果である。このため7桁郵便番号は自治会名の外区で分類され、 振られているが、自治解名を用いない住所で検索すると該当する、ものを探すことができないという不便が生じている。かつての福知山は川を利用した水運による流通が、盛んで、浦川沿いには港を意味する、津がつく、天津、高津号、常津熱などの地名が、数多く存在する。同じく、枠市は川沿いにあり、水運によりこの付近に市場ができたことの名残である。 市街の様子旧市街地中世の室町時代には、福知山城の地には、小守護代の守護所が置かれ、軍を統治するようの城が築かれていた。旧市街地でもある福知山の城下町は、織田信長の家臣である、明智光秀が実践と呼ばれる土地税を免除したことなどから、早くから商工業が栄えた。近世の江戸時代になると、 有馬豊ゆかしによって、城下町としての町割りが大規模に整備され、現在でも五福町、いも町、かじ町、高野町などはそのままの地名として残されており、旧市街地は、江戸時代の町割りがほとんどそのまま残っている。ただ、寺町には、文字通り多数の寺が所在するが、現在ではその地名に、五福屋や染物屋を構える店はなくなっているに、行われた。 区画整理で新しくできた地名であるが、こちらは文字通り多数の卸売業者が軒を連ねている。郊外周辺部には、郊外型ショッピングセンターのイオン、プラントなどを用した開発地や、旧町の集落が見られるが、大部分は多数の田畑が広がる。地形的には、産地が多く、熊だけでなく、鹿やイノシシなどの多数の野生動物が生息している。 福知山の特産品であるタンバグリなどを含む農作物が狙われ、粘土によって深刻な被害を農家へもたらすこともあり、檻の共同オーナーを募集する NPO 法人も存在する。福知山盆地内盆地内を中心に少量で限られた地域ではあるが、淡水に住む貝の貝殻の化石が出土している。貝殻の種類に加えその分布などから、2から30万年前の氷河期には、 福知山盆地内すべてが湖あるいは沼の底であったと考えられている。この湖は福知山湖と呼ばれる。また、各河川流域の調査から、かつて由良川は長谷川を介して過去川につながり南下していたと考えられる。これらから地形の沈降により南下の流れが止まったことで盆地一帯は故障を形成、さらなる変化により日本海側への流路ができると、 故障の水位は下がりやがて消滅、現在の市内を流れる揺ら川、長谷川、牧川などに変化していったという経緯が考えられている。盆地内の河川勾配が非常に緩く、出口付近がボトルネックとなって大雨時に停滞したびたび洪水を引き起こすというのは、こういう形成履歴を持つためであろうと考えられる。また、これらの名残としては、 ユラ川上流域にあたる府内郡京丹波町、焦り周辺の四段にもなる大規模な貸し岩球の存在、市内の超電屋の高位段救命を持つ鉱石大地の存在などがある。また、ハワイの丘陵地や超電屋大地には、福地山層と呼ばれる砂と泥と粒手で構成される地層を見ることができる。その名の通り、福地山を特徴づける地層であり、 近畿地方の山間盆地埋石層を特徴づける学術上価値を持つ。しかし宅地開発が進む中、この地層の存在は危うくなっており、京都府レッドデータブックに登録されている。福知山盆地外一方、福知山盆地街にあたる役の町の方からは、約2億2000万年前の新種のアンモナイトの化石が出土している。出土した地名にちなんで、 薬のセラスムカタエンゼと名付けられた。アンモナイトは、本来海底に生息する生物であることから、かつての海底が隆起したものと考えることができるが、詳しい地形形成履歴はわかっていない。また、市内薬の町小倉に所在するタクラ山は、薬の高原を形成した京都府か唯一の火山で、あるが、そのふもとには、中上設理の玄武岩を見ることができる。 この地ではかつて様々な鉱物が産出されており、特に大鉱山は金属鉱脈が多く、コウモリ鉱山では銅鉱、黄銅鉱、硫化鉱、クロム鉄鉱、銀鉱が、また仏生寺鉱山では森デンが採掘された。また、上、川口地区の布告鉱山は国内有数のビスマス鉱山であった。このか現在廃鉱となっているいずれの鉱山も京都府、 レッドデータブックに登録されており、行動の整備、保存の必要性が叫ばれている。揺ら川の氾濫と地水揺ら川かつての揺ら川の流れは、現在の福知山駅周辺にまで流れており、また大雨が降る旅氾濫を起こし周辺の人々や、建物に加え農作物などに、深刻な被害をもたらす暴れ川であった。明智光秀が福知山を統治するようになると、光秀は後に、 城下町ともなる城に連なる居住地造営と地水のため、長さ 1km にも及ぶ築堤により川筋を大幅に変更したことにより川の流れは大幅に改善されたが、それでも洪水は収まらず、その後の犠牲者も地水に尽力を惜しまなかった。堤防保護のための野部を今もなお見ることができ、現在国土交通省により行われている堤防築造や、 水位の監視などは光秀に始まるものである。例えば1896年と1907年に起きた大雨による氾濫は、両者とも同じ堤防が決壊したことにより、市街地は2階まで床上浸水し、水が引くまでは屋根の上で生活し、移動も船でという状況だった。校舎は前者と比べて教訓が生かされたこともあって被害が少なかったものの、 どちらも市街地はほぼ壊滅状態にまで追いやられた。同時に揺ら川にかかる橋であった大人しせ橋も二度流され、その費用補填のために大人四輪、子供二輪、牛馬は五輪という通行量を徴収したほどでもあった。加えて1953年9月25日の台風13号による揺ら川の氾濫は最高水位が7.8メートルにもなる大量の水が 福知山市街地全域を水浸しにし、市内で死者は約40名、負傷者は約900名、家屋全壊、半壊とも2100個以上、床上浸水においては5300個以上もの被害をもたらした。この台風の時の被害は地元では28水として知られ、この時の水位は福知山と水害を伝える資料として、 市内五霊公園に標識が設置されている。その恐ろしさや先人の築いた堤防のありがたさを後世に伝えるため、五霊神社境内には全国唯一の堤防そのものをご神体とする堤防神社が建立されており、1931年以降の毎年8月15日には、三市が市内を巡回する堤防祭りが行われている。現在の独ッ伊勢花火大会は、 もともとはその祭りの行事の一つとして始まったものである。また、旧市街地の町屋には、浸水時に火災を2階や小屋裏に引き上げる滑車を備えた高と呼ばれる、この地独特の吹き抜けが残されている。他にも、三河橋などに代表される、沈下橋の存在や、福知山敷水記念館などでも、当時を語る、様々な資料が残されており、 水害と共に生きてきた市民の歴史を知ることができる。高も体験ができる。一方、由良川は国土交通大臣により一級水系に指定されており、市内に供給される水道や農業用水の減水をもたらし、市民の手によるアユや酒の稚魚の放流といったイベントが開かれるなど、市民の生活には欠くことのできない川でもある。 人口増減平成22年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、2.82%減の79,668人であり、増減率は、二26市町村中12位、36行政区域中21位。綾部市や舞鶴市など、周辺の地域を含め、この地では、考古学上貴重な資料ともなる代償様々な、 多数の古墳や副葬品などが出土している。福知山市内からは古くは、縄文時代初期の頃のものが出土していることから、すでにそれ以前にはこの地に人が住んでいたことや、多くの有力豪族がこの地一帯を統治していたことが分かっている。福知山市の広坊古墳群の内広峰15号墳からは、慶昌4年の名がい出された、万流京が出土している。これらは、 京都府広峰15号分出土品として国の重要文化財に指定されている。しかしこういった遺跡や住居跡などは平安時代初期にかけてまでしか見つかっておらず、こういった勢力は飛鳥時代の終わり頃に滅亡していったと考えられている。平安時代になると石棺家寮の荘園として利用されるようになり、後期には甘田軍のほとんどが荘園として利用されるようになった。 鎌倉時代に入ると、多数の守護や児童が送り込まれたために、その荘園も、やがて彼らのものに変わっていった。室町時代後期になると、死がの小笠原市の小笠原町、清の末裔とされる小笠原頼勝は、福知山盆地の中央部に位置する横山と呼ばれた丘陵地に、簡素な空堀と土塁だけでできた横山城を築き上げた。後に、 小笠原頼勝は、塩見頼勝と名を改め、その後、塩見頼氏が、横山城島を拠点としてこの地を統治するようになる。戦国時代に入ると、塩見頼氏は、この塩見信房に、横山城を譲り、彼が福知山を統治するようになる。しかし、天正七年八月に、織田信長に、丹波平定を命ぜられた、明智光秀は、横山城を攻め落とし、 城主の塩見信夫は自害し果て、塩見氏の福知山統治は終焉することになる。光秀は法省として丹波の国を与えられ、同時にこの城を城代に命じて大改修を行った。光秀はこの改修後の城を福知山城と改め、ここに福知山の地名が誕生する。さらに光秀はそれまでたびたび反乱を起こしていた揺ら川の流れを改善し、 度重なる洪水によって疲弊していた農民に対し、実践を免除するなど前世を敷き、城下町としての基礎を築いたのであった。そのわずか3年後の天正10年6月に三秀では、本能寺の変を起こし一時天下人になるも、山崎の戦いにおいて、橋場秀吉に敗れ落命し、明智氏は滅亡する。福知山を含む丹波国は、 秀吉の支配下に置かれ親族の杉原家継が治めた。その後、秀吉家臣の小野木君里が、秀吉の命により、福知山城主となり福知山領を統治するようになる。公共は、秀吉の没後、徳川家康と石田三成とが対立すると三成に味方し、慶長5年には、家康法の細川雄才が守る田辺城を攻め落城させたが、 関ヶ原の戦いにおいて三成が敗れたことにより、逃亡、細川忠興に追い打ちをかけられ自害した。前期関ヶ原の戦いにおいて大活躍し、徳川家康からその功績を認められた、有馬と陽二は、横須賀藩から国高を大幅に増やした上で、戸様の大大名がひしめく三人道を抑える福地山の地へと天保を命ぜられた。福地山は、 山院の玄関口にあたり、丹波笹山城と並んで、軍事的に重要な地であり、豊か市に対する幕府の信頼を伺わせる人事であった。中世のおであった城を現代の規模に拡大改修したのも豊か市である。豊氏は建築を行い、今ありでもその名残を残す近代的な町割りを行い、福知山の城下町を築き上げた。こうして、 福知山市の前身である国高八万国の福知山藩が有馬豊氏によって立藩された。中期、後期その後、豊富寺は大阪の神でも功績を認められ、久留米藩へとさらに数を違法され、小堀正和や伏見奉行などによって統治される。以降、領主は国替えや改役によってたびたび交代がなされるようになった。その間、慶安2年に、 福知山藩に入った松平忠房が行った検知は地は地礎改正が行われるまで福知山の土地制度の基準となったためこれを松平検地と呼ばれる。1669年に福月木政が違法されて藩主となると以後は13代にわたって旧木家が藩政を務めるようになり旧木家の福知山藩として定着した。旧木家は 大見源氏の流れを組む部門の名家である。藩主が五代目、くつきと綱になると地名を、福知山から、福知山に改め、明智光秀の治水によって水害から救われ、城下町として栄えたのは、彼のおかげであるという住民の連署によって、御霊神社に光秀の合志を許したのであった。一方でその後の福知山藩の財政状態は、苦しいものであった。 立て直しを図って、たびたび財政改革を行おうとするものの、たびたび百姓による豪素が起きるなどにより失敗に終わる。特に強法の大基金を発端とするものと、万円元年に起きた豪素は大規模であった。1871年7月14日には、廃藩地県によって、福知山藩が廃止されて、福知山県が設置されたが、福知山県は、 豊岡県に統合された後、分割を経て、京都府に組み込まれた。1899年には、町村政志向により、天田軍福知山町が誕生する。この時日本は、日露戦争を控え、京阪神と日本有数の軍港である、舞鶴港をつなぐ、交通網の普及が急がれたことから、福知山は、その中継地点として、 国鉄福知山線と山陰本線の付設が行われた。同時に旧陸軍不評第二十連隊はこの時から現在の福知山駐屯地に駐屯するようになる。この時田島牛の集産地としてや以前から行われていた由良川河畔での桑の栽培が盛んに行われるようになり、軍需産業としても養産業が栄え戦意関係での中核地として栄えるようになる。 昭和に入って間もなく福知山の養産業は全盛期を迎える。さらに福知山町はヨ和賀村、笹部村、下豊富村を編入し、人口が約3万2000人の福知山市が誕生する。この時、福知山市長も制定され、後に福知山市史上初の名誉市民となる、福知山出身の足田人氏が内閣総理大臣に就任する。 太平洋戦争末期には日本国海軍の石原飛行場と呼ばれる航空基地もあった。その滑走路は長さ1700メートルにも及び、現在の中艦広域のお堂沿いに市内前田から石原をまたぎ、戸谷まで伸びていた。主に練習用として使われていたものの米軍の機銃装車の攻撃対象にもなっていた。 そのため周辺には敵機を撃墜させるための降車砲や物資格納倉庫などが備えられており、終戦が遅ければ、福知山市も空襲の対象になっていたのではないかとも言われるほどの軍事拠点でもあった。その滑走路は地元の農民が破壊し農地に復興させたため今では見ることができなくなっている。しかし時代が進み、第二次世界大戦が終わり、 日本が高度経済成長を迎えると、蒸気の洋産業や藍染めなどの文化は、ほぼ完全に衰退していった。1974年に町電や工業団地の整備が始まるようになると、福知山の産業は工業化の兆しを見せるようになる。それまで、福知山市街地を走る鉄道は、南北を分断するように走っており、市街地の自動車交通を阻害するものであるとし、 国の進めるバブル後の景気対策公共事業として、この市が一規模としては、国内最大級の約315億円もの総事業費をかけて、JR 福知山駅の高架化が行われた。また平成の大合併と呼ばれる市町村合併ブームに乗って、周辺自治体であった三和町、大江町、薬野町と市町村合併を行った。 2005年国勢調査による合併当時の人口は8万3000人であり、初めて8万人台となるとともに、一時期は抜かれていた八幡市を再び抜いた。2009年の住民基本台帳人口は7万人台に減少している。現在も遊郭の面影を残し、細い路地が縦横に交差する五番の目のような伊岬の町並み福知山市小本町及び平成の 市町村合併以前の拡張単位に3つの市所を設けている。役の市所以外は旧庁舎に置かれている。会派定数24現在の福知山市所は1938年12月に工房により2000点近くの中から選ばれ制定されたもので福知山の頭文字である符をカタカナにし、それを9つ並べて図案化されたものであり、その図案は 普及つまり、福岡の師匠は表している。1991年4月1日に市民憲章が制定され、福知山の四季や揺ら川などが歌われている。当時の福知山藩主であった松平忠房が1669年の国替えによって島原藩に移り住んだのがきっかけとなり、姉妹都市となった。福知山市立図書館本館がある市民交流プラザ。 福茶間、福知山市立図書館は、市民交流プラザ福茶間にある中央館を中心とし、文館も含めて4つの施設がある。中心市街地にある、新町商店街福知山市と綾部市で、福知山都市圏を構成している。工業市内に所在する、日本有数の内陸型工業団地の、長電や工業団地や、アネックス京都三和工業団地には、東京証券取引所などに、 株式上場している多数の企業、またはその子会社が拠点を置いており、それが与える地元の雇用の影響は大きい。商業佐藤福知山駅前店サービス業、第二次世界大戦が終わった後でも、福知山は、京阪神と舞鶴港をつなぐ、軍事的中継地点としての役割を受け継いでいる。上記の通り、福知山市には、福知山中東地が存在し、 第七普通科連隊が駐屯する。また、勤防演習場も備えており、京都府を警備担任区域としている。福知山公立大学福知山市立厚指名、小学校福知山色の一例写真は117系。他に113系なども。福知山駅、明治時代になると、日本海の軍港舞鶴港へつなぐ鉄道の整備が進み、大阪から福知山を経由し、 マイズルへの整備を目指した半角鉄道によって、現在の福知山線が国鉄によって、現在の山陰本線の綾部までの区間が整備された。さらに戦後には、鉄道管理局が置かれ、鉄道の街としても栄えるようになる。現在、福知山市には、JR 西日本の福知山支社や車両基地が置かれている。鉄道の拠点としては、 福知山色と呼ばれる車両塗装の名前に見られるように浸透しており、市も鉄道関連の観光施設や各種イベントを特色にしている。福知山鉄道館ポッポランドや北丹鉄道の福知山西駅跡の SL 公園には当時使用されていた SL やそのレプリカが保存展示されており、福知山駅南口にも転車台が展示されている。市の中心となる駅、 福知山駅福知山市は、盆地という地形上、市内のほとんどを占める山間部では、非常に入り組んだ地形をしているだけでなく、広い土地に多数の小規模の集落が至るところに点在しているため、バスや鉄道がそれぞれの地域を回ることは難しい。そのため市内の移動には、自家用車が欠かせず、市民の自家用車保有率は高い。 当時の運輸省が調査した平成8年度の一世帯、あたりの京都府全体の自家用車保有率が75.3%だったのに、対して当時の福知山市の保有率は94.2%であった。このことから、一家に一台というのは、ほぼ当たり前に近い状況であることがわかる。夫婦で一台ずつという家庭も多く見られ、その傾向は、福知山が市街地郊外に出れば出るほど、 強くなる。特に農村部では、夫婦一台ずつに加えて、農作業用のトラック一つという過程も多く見られる。そのため時代が進むにつれバスやタクシーの利用者も、減少の一途をたどり、各バスやタクシー会社では、赤字経営に悩まされるところもある。特にバスにおいては、廃線や経営異常を余儀なくされるほどの経営状況である。 これ打開しようと2007年3月1日より、西日本 JR バスが、デマンドバスサービスを取り入れるなどの工夫を凝らすものの、依然として現状は厳しいものである。路線バス全ただしバスは、兵庫県北部を運行するバスであるが、福知山市内に乗り入れるバス停がある。また逆に、福知山市営バスの旧三和町の路線は、綾部市や京丹波町、 兵庫県丹波笹山市に乗り入れる路線がある。都市間バス、東京方面からは、羽田京急バスの品川バスターミナル発の便が、神戸方面からは、日本交通の三宮バスターミナル発の便が、京都交通の三宮発の便がある。市街地にある、広小路盆地という山々に囲まれた閉鎖的な地形をしているにもかかわらず、 福知山周辺地域では少なくとも縄文時代から人が住んでいたことなどから古くから道路が整備され山陰地方と機内方面をつなぐ交通の要衝として栄えた町である。百人一首の中の正式部内市が歌ったおほえ山行くのの道の遠ければまだ踏みも見ず甘野橋立ての歌枕として登場する行くのは福知山市内の地名であることからも その福知山と交通の歴史の深さを知ることができる。徳川家康は、関ヶ原の戦いの後、信頼のおける、有馬豊橋を山陰道が走る福知山藩八万国の上司に抜擢したことでも、軍事上の重要度がうかがい知れる。高速道路1987年頃、京阪神から日本海側へつながる高速道路として、舞鶴はかさ自動車道が整備された。 国道国道9号では、福知山道路として、市内の一部区間の4車線化工事が進められている。また、陶器の早朝の山間部では、霧が濃く路面の凍結もまた見られる。国道9号の一部などではスプリンクラーによる散水を行い、海域や凍結を防いでいる地域も見られるがそれは、ほんの一部であり、基本的に陶器の車での移動は、 スタッドレスタイヤを装着しないと非常に危険な状態となるから注意が必要である。不動堂々の駅福知山市指定施設の福知山城、福知山市への観光客は日帰り客が85%を占めている。福知山には元伊勢とされる神社や祭神が竹内宿根や明智光秀であるなどの特徴ある寺社が多数所在する。福知山藩主であった。 木家の墓がある福知山市を含む周辺の地域では、様々な古墳、石室、土器等が多数発見されていることから、丹波国が形成される以前より、多くの人々が住んでいたと考えられている。国指定の美術工芸品、明智光秀が、福知山城の初代城主であったことから、明智市や光秀に関連したものやイベントが多数、所在する。死の花は、 明智市の家門である気境、福知山温度にも光秀が歌われ、福知山観光協会のイメージキャラクターも光秀がモデルとなっている。また市内に所在する御霊神社では光秀が神様として祀られ、光秀の家来使用店正隆が使用していたすねあてや、当時の福知山城の様子が描かれた絵や、光秀直筆の書をはじめとする多数の資料が残されている。 現代の特産品各種系野菜を特産とするほか、丹波ブランドの農産品がある。市東部の法温自地区で採れるタケノコ。毎年春の到来を知らせるニュースとして、タケノコの試しぼりがテレビなどで取り上げられる。グルメ食材としてネット通販に登場する。丹波の黒大豆といえば主に丹波笹山市で採れるものを指すが、福知山も、 丹波の良質の黒大豆生産地で知られている。これを使用したお菓子などが土産物にある。黒豆防炉、丹波栗の歴史は古く、日本最古の歴史書である、日本書紀にも記されている。丹波栗はたびたび幕府や朝廷への献上品としても、重宝され、江戸時代になると参勤交代制度により、全国に広まった。三和町を中心に生産されている。三竹地区の特産品。 氷ょ細工の開発や氷ょ祭等のイベントも行われている。かつての特産品15世紀頃から愛の栽培と藍染めが由良川沿いを中心に盛んに行われており、1496年藍染めの布を荘園に収めたとされる記録が残っている。江戸時代には藍染めをする一般家庭の件数は1500近くもあったとも言われ、 町屋360軒のうち25軒が荒野であったとされる。これらのことから、藍染め品は当時の福知山市の特産品であったことが伺える。しかしやがて輸入品や化学染料に押され全国の藍の産地が消え行く中、京都の最後の藍の産地となっていた福知山も大正の時代とともに姿を消した。現在再び藍染めの良さが見直され、 愛の栽培と愛染めを復活させる活動がなされている。市内の一部の小学校などでは、総合的な学習の一環として、愛染め体験をさせる学校も存在する。福知山は度重なる揺ら川の氾濫に対して、桑は洪水に強かったことや、揺ら川の p h 値が静止に適した水質であったことなどから、古くから養産業が栄えた。 福知山市を含む丹波地方の養産業は千年以上も昔から行われていたとも言われ、昭和初期頃に全盛期を迎えた。1928年には、軍勢の事務所が、翌年には工場が置かれ、生産された生糸は、丹後チリメンや西陣織売りの原材料としてだけでなく、海外への輸出用としても生産された。しかし、第二次世界大戦になると、 食料不足解消のため、桑畑を、サツマイモ畑に添削したことや、糸そのものの価格の低下、ナイロンなどの化学繊維の出現や養蚕農家の後継者不足と高齢化などの理由によって、養蚕業は衰退し、ほとんどの養蚕農家や製紙業者は廃業に追い込まれた。生き残った業者も、業界の激しい値下げ競争により、 生産拠点を人件費が安い海外へ移さざるを得なくなり、大手の軍勢も2001年9月に福知山から撤退するなど、特産品であったキートも現在は、養蚕農家を市内大江町に一軒だけ残すのみとなった。愛ほどではないが福知山と海湖の歴史を伝えるため、愛と同じく一部の学校では、総合的な学習の一環として、 カイの飼育やビデオ鑑賞でその生態などを学ばせる学校もある。福知山市役の地方では漆の名産地としても栄えた。奈良時代初期にはすでに漆かきが行われていたとされ、明治時代には福知山とその周辺の地域で漆かきをする人が500人近くいたと言われている。1907年発行の全国の漆の産地30箇所を記した書物。 実用執行術には丹波の漆は一番目に書かれておりその歴史の深さを物語っている。しかし現在では漆の98%が中国産の輸入品へと移り変わり、日本国内の漆の産地はほんのわずかしか残されていないものの、福知山ではその伝統と歴史が細々と受け継がれている。福知山市では和紙の原料となる。 洋室の構造がよく取れたことに加え、蒸気の漆産業も盛んであったことから、主に漆をこすために使用される和紙の名産地とも、栄えた。特に、明治時代から昭和初期にかけては、書道用、商事用の和紙として、また原材料の構造と合わせて、多府県に大量に販売された。京都府無形文解散にも指定されており、 当時の和紙付きを行うところは200個余りもあったが、漆産業の衰退などの理由により衰退を招き、現在では大江町和紙伝承館などの限られた施設でのみ見ることができる。土産福知山の古くからの住民は、丹波の表情を中心に、田島や丹後から移り住んできた歴史があり、現在もなお通勤、通学する人は多く、市民の多くはその地出身であるという人も少なくない。 従ってその方言はこれらの地方の特徴が若干混在するものとなっているが主体となるのはやはり福知山弁であり、表情や舞鶴とも共通するチャッタ弁である。これらを総称する丹波方言は一般的な関西弁とは若干異なる方言である。ありがとうございます。